厳しい寒さとなった今朝の道内では雪道での衝突事故が相次ぎました。今朝8時半ごろ、胆振の安平町追分弥生の国道234号線で乗用車とトレーラーが正面衝突しました。この事故で乗用車を運転していた安平町の団体職員磯田直樹さんがドクターヘリで札幌の病院に運ばれました。意識が朦朧としていて会話できない状態だったということです。トレーラーの運転手に怪我はありません。路面は圧雪アイスバーンでした。乗用車は対向車線にはみ出していて、警察は乗用車がスリップした可能性もあるとみています。一方、今朝6時45分ごろには旭川市神楽丘14条5丁目の国道237号線の交差点で、国道を走っていた軽乗用車と右から来たホイールローダーが出会い頭に衝突しました。この事故で軽乗用車を運転していた旭川市の保育士三井まりえさんが肋骨などを折る大怪我をしました。ホイールローダーの運転手に怪我はありません。事故当時は雪が降っていて、警察は事故の原因を調べています。